ちなみにその賞金ゲットしてほしいものとかってありますか次。あーなんだろうな、僕洗濯機買い替えたいんですよでしかも知ってます、今すごいんですよ、家にいなくても回したりするんですよ携帯、ね、アプリね、はいはい、僕は加湿器思ったより家好きなんですよそうですね、家時間がね多いんで、おうち時間がね、だからおうちの中をちょっといろいろ快適にしちゃうな。これは本当？はい、この浜田さんの、浜田さん MC の狼少年に、ジェシーさん、田中さんが絶対出ますか？これレギュラー決まりました。絶対に絶対に。この後のドッキリがあるかもしれないですよね、これは TBS さんですから。あーもう俺そういう複雑は分かんないよ。この意気込み込めたら一切ですから、ね、俺らデビューして間もないんですよ、その複雑なテレビのことは分かんないですよ。うわすいません、おめでとうございます。うわでもありがとうございます。すごいね、はい、やったいや俺はまだ疑ってるけど、ね、もう早くね、まだちょっと喜ぶの。ちょっと、え、その髪見せてください。その髪見せてください。ただいま決まりました。ただいま、ただいま、うん、決まりました。そうでもなかったらね、こう喋ったりとかするのが好きな方ではあるので、はい、で、ずっとバラエティーね、レギュラー持ちたいっても僕も思ってましたし、自身もバラエティでやっていきたいと思ってたと思うので、大好きなので、視聴者さんがなんか喜んでいただけるような、なんか一つのピースになれればなと思います。なので僕たち頑張りますので、皆さんぜひ毎週金曜日お見逃しなく。まあこんぐらいしか出てこないです